こんにちは、科学の過去問です。今回は神戸薬科大学、2012年ですね。でまず第1問、次の1から10について記号で答えようと思うんですね。1番は、放射性同位体はどれかという質問です。で、ここに上がっているのは、水素の1ですね、から水素の2、から炭素の12、それから炭素の14、から酸素の16ですね。でこの中で、この左肩のこの数字は質量数を表しますけれども、質量数が1の水素、これまあ普通の水素ですね、から質量数が12の炭素、から質量数が16の酸素、まあこれは、普通の元素であるわけですけども、この重水素ですね、質量数が2の重水素、これがまあとても少ない、存在比の少ない元素ですけれども、これは、放射性ではありませんね。この中のこの炭素14、これが、放射性であると。これがどのように、放射線を出すかと言いますと、その式で書くと C の14ですね、原子番号6番、これが、ベータ崩壊しまして窒素の、7の14になると。で電子を放出。でこの電子線がベータ線であって、これがまあベータ崩壊ですね。で、このことをもう少し詳しく説明しますと、一般に、陽子があって、そこに電子が飛び込みますと中性子になります。つまりこの陽子のプラス電荷と電子のマイナス電荷が、相殺してですね、電荷のない中性子になります。逆にですね、中性子から電子が飛び出しますと、これは陽子になります。で、この反応ですね、この反応はこの炭素14の中で、起こるわけですね。炭素14の中には6個の陽子がありますけども、その中の陽子じゃなくて中性子ですね。失礼、もう一度。炭素14の中には、14個の質量数14ですね。その中に、8個の陽子がありますけれども、その8個の陽子の中の1つの陽子が電子を放出しまして、陽子になります。そうすると陽子の数が6個から7個に増えますね。でも質量数14は変わりません。で、陽子数7になりましたから、それは原子番号7番の窒素ですね。普通の窒素になります。これがベータ崩壊ですね。で、この崩壊して窒素になるその速さが常に一定ですので、まあ、これ年代測定に使われるわけですね。ですから1番の答えはこの D ですね。 D が答えということになります。から2番は金属元素は次のうちどれですかという問題ですが、C と、2番ですね、 C と N と NE とから NA と SI ですね。でこの中でですね、C、N、NE、SI、 これは全て非金属ですね。でこれだけが金属。金属というのは要するに最外殻の電子数が非常に少ない、1個とか2個とか3個ですね。ナトリウムの場合には、11番電子配置281ですから最外殻1個ですね。でこれが金属です。ですからこれも D ですね。2番の答えは D ということになります。から3番はですね、希硫酸を加えると
黒色沈殿を生じるイオンはどれかという問題ですが、キエン酸ですね。キエン酸を加える AG プラス、それから CU2 プラス、それから FE3 プラス、それから、ZN プラス、それから CA プラス。塩酸を加えた時に何が生じるかというと、銀イオンから AgCl ですね、CuCl2 ですね、FeCl3 ですね、ZnCl2 ですね、CaCl2。 この中で、塩化銅、塩化鉄、塩化塩、亜鉛、塩化カルシウムガス、どれもよく水に溶けます。で、塩化銀だけはこれ溶解度非常に小さいですから、沈殿ですね。で、白色沈殿です。ですから、この A が答えということになりますね。3番は A。 から4番は、水に溶かすと塩基を生じる酸化物はどれかという問題ですが、酸化物にはですね、酸性酸化物と塩基性酸化物というのがありまして、A の SiO2、 これ非金属の酸化物ですね。非金属の酸化物というのは、まあ、酸性酸化物と呼ばれます。から、重酸化四輪ですね。これも非金属の酸化物、これも酸性酸化物ですね。から C の Cl2O7、これ何て読むんでしょうね、塩素の酸化物ですね。これも非金属の酸化物ですから酸性酸化物。で、CaO が酸化カルシウムですね。これは金属酸化物ですね。で、金属酸化物っていうのは普通、塩基性になるわけですね。塩基性酸化物と言われまして、水と反応してですね、この場合には何ができるかというと、水酸化カルシウムですね。これ強塩基です。ですからこれが該当するんですね。これが D です。から最後の SO3、 これも非金属の酸化物ですから、これ酸性酸化物ですね。これが水と反応するとどうなるかって書いてみますと、酸酸化硫黄プラス水で、H2SO4、硫酸ですね、強酸を生じます。このように一般に非金属の酸化物、これですね、これは水と反応して、酸を生じますね、まあ、オキソ酸ですね。からこのように金属の酸化物は水と反応して、まあ、水酸化物になりますから、まあ、塩基性を示すのですね。ですから4番の答えはD ということになります。から5番、酸を塩基で中和滴定するときの指示薬としてメチルオレンジは不適切で、フェノルフタレインが適切である水溶液の組み合わせは次のうちどれかという問題ですね。で、まずフェノルフタレインが適切であるものを探しますと、A は、フェノルフタレイン使いますね。から B も使いますね。から C も使いますね。あ、これフェノルフタレインは全て使いますね。で、その中で、メチルオレンジが使えないものを選びますと、まず A は酢酸と水酸化ナトリウムの中和ですから、これできた塩は、塩基性を示しますよね。要するに中和点においてその pH が、まあ、9とか10とか少し大きめのところになりますから、そこは、まあ、メチルオレンジというのは使えないわけですね。メチルオレンジというのはこう酸性側に炎色区域が偏ってますので、中和点に達する前に変化してしまいますね。ですから A が選ばれます。それから
塩酸と水酸化ナトリウムの B の場合にはですね、これはメチルオレンジ使えますね。から C の硝酸と水酸化ナトリウム、これも強酸強塩基ですからメチルオレンジ使えますね。D も使えますね。E も使えますね。A だけがメチルオレンジ使えないということで、5番の答えは A ということです。から6番。硫黄原子 S の酸化数が最も大きいものはどれですか。酸化数を全部出してみますと、まず硫黄ですね。単体の硫黄の酸化数、これは単体ですから0ですね。だから FeSO4、 これの硫黄の酸化数はこれはプラス6ですね。から H2SO3、 亜硫酸の、酸化数はいくつかというと、これはプラス4ですね。から H2S 硫化水素の硫黄の酸化数はマイナス2ですね。から SO2 の酸化数はこれと同じでプラス4ですね。この中で酸化数が最も大きいものはこれですね。これは B ですね。ですから6番の答えは B ということになります。から7番。硫化作用を持つものは次のうちどれかと。A が水酸化ナトリウム。これ違いますね。から酢酸ナトリウム。B の酢酸ナトリウム。これも違いますね。塩酸も違います。から油脂も違います。から E の石鹸、これはそうですね。これが硫化作用を持つ。要するに、疎水域の部分と、浸水域の部分、疎水域の部分が長い分子ですね。でそういうものは硫化作用を持っている。7番の答えは E ですね。から8番、多量の電解質添加により浸水コロイドが沈殿する現象。まず透析。透析というのは、沈殿と関係ないですね。から凝石。凝石っていうのは、疎水コロイドが少量の電解質で沈殿する現象ですけれども。この場合には多量の電解質添加ですから、浸水コロイドですから B が違いますね。だから C がそれに当たりますね。多量の電解質で浸水コロイドが沈殿する現象、これが塩石です。これを選びますね。だから D は沈殿現象、これは光を当てた時にコロイド領域が、コロイドがその光の道筋の分が光る現象ですね。これ違いますね。だからブラウン運動、これも熱運動によって引き起こされる現象ですけれども、これも沈殿と関係ないですね。で答えは C ということになります。だから9番はヒドロキシ基を持たない化合物どれか。まず、グリセイン、グリセインはこれは、グリセリンの構造を書いてみますと CH2 ですね。でここに OH が3個ですね。ヒドロキシ基3つを持ってます。ですからこれは、該当しないですね。から B のジエチルエーテル、ジエチルエーテルはC2H5、 エチル基と酸素ですね。でこれは水酸基持ってませんから、これが該当しますね。だから C のフェノール、フェノールはフェニル基に OH ですね。これ持ってますね。だから D の、グルコース、グルコースの式を書くの大変ですけども、水酸基これたくさん持ってますね。それからサリチル酸、
E のサリチル酸は、OH と COOH で、ヒドロキシ持ってますね。持ってないのはこの B のジーチルエトリだけだということですね。から10番は、水に溶けにくく水酸化ナトリウム水溶液にはよく溶けるというものはどれかということですね。A の偽酸、これは、水には、これ溶けるでしょうね。でも、中性ですから水酸化ナトリウム水溶液とは反応しませんから、それには溶けないと考えられますね。B のアニリンは、NH2 を持ってますから塩基性ですよね。で、水には溶けにくいんですけども、水酸化ナトリウムには溶け、水溶液には溶けにくいですから B は違いますね。から C は酢酸ですね。これは酸ですから、そもそも水によく溶けますよね。だから違いますね。酸ですから水酸化ナトリウム水溶液には溶けるんですけども、水に溶けるので違いますね。それから D はベンゼン。ベンゼンは水に溶けにくいですね。水酸化ナトリウム水溶液にも溶けにくいですね。ですからこれ違いますね。E は反則鉱酸。ベンゼン管がありますから水にはあまり溶けないですね。ところがこれ酸ですから水酸化ナトリウム水溶液にはよく溶けますね。塩を作ってよく溶けるということで、これが該当しますね。これは E を選びますという問題でした。それでは。